フランスで暮らす黒人少女が日本の小学校に転校し、クラスメートからの思わぬ扱いに衝撃を受けました。今回紹介するのは、幼少期にフランスで人種差別のターゲットにされてしまい、心が傷つきトラウマを抱えてしまった黒人少女のエピソードです。彼女は傷ついた心を癒すため、両親と共に日本行きを決めましたが、そこで思わぬ扱いを受けることになります。その驚くべき出来事は、今後の彼女の人生を大きく左右させてしまいます。良好な人間関係を構築するためには、まず相手を信頼することが大前提。しかし幼少期から差別を受け、周囲から不当な扱いをされ続けると、やがて人を信用できなくなるもの。体の傷と違って心の傷は、年月を経てもなかなか癒えません。そんな傷心の中、日本で暮らすことになった彼女に対して、日本人はどんな行動をとったのでしょう。それでは黒人少女が日本の小学校で衝撃を受けた真相と、それに対する海外からの声をご紹介します。人種差別を受けていた少女が日本行きを決めた本当の理由。彼女の名前はミシェル。フランスで生まれ、物心ついた時から人種差別によって嫌な思いばかりしてきました。学校内では白人の同級生から見下され、パシリをさせられたり、傷つく言葉を毎日のように浴びせられたりしたそう。黒人というだけで周りとは異なる扱いをされる。彼女は差別のせいで幾度となく涙を流しました。今は世界的に人種差別を反対する運動が広がっていますが、差別主義者の心はそう簡単に変わるものではありません。それは大人にも子供にも言えること。実際にミシェルは当時小学生でありながら多くの差別を受けてきたのです。自分から友達を作ろうとしても、黒人というだけで仲間に入れてもらえません。そんな出来事が続けば、性格がひねくれるのは無理もないことです。確かに世の中にはひどい差別を受けても心が折れず自分を保てる人がいます。しかしそんな心の強い人間はごく一部で、本来人間は弱いものです。心が弱いとそれをごまかすために悪の方向に向かってしまうことがあります。それはミシェルもまたしかり、自尊心を守るために自分から相手を傷つけてやろうと考えていました。そうすれば少なくとも自分が辛い思いをしなくて済むと思ったのです。人を傷つけるのは悪いことだと必ず気づく時が来るはずですが、まだ小学生である彼女はそこまで考える余裕はありません。しかしある出来事をきっかけに彼女は考えを改めます。大人になった彼女は当時を振り返り、あの出来事がなければ今の自分はいないと豪語しているほどです。ミシェルは10歳の頃、次のような体験をしました。彼女はフランス国内の小学校に行っており、そこでは人種差別が横行し、黒人はいじめのターゲットにされていたのです。陰湿ないじめを受け続けた彼女は性格が歪み、家族にも当たり散らすように、白人に産んでほしかった、そうすればこんな嫌な思いはせずに済んだのに、思い起こせば最悪の発言でしたが、両親が怒ることは皆無だったそうです。それどころか両親はただ謝るばかりで、次第にミシェルの反応もエスカレート。そんなことが長く続き、やがて彼女を見かねた父は、人種差別のない国に引っ越そうと言い出しました。それを聞いた彼女は、黒人を差別しない国など絶対にないと思ったそうです。その時の彼女は性格がひねくれていて、父に対してこう聞きました。その国ってどこなのよ。すると父はこう返します。日本は人種差別や偏見のないフェアな国らしい。日本に行けばミシェルも毎日が楽しくなるはずだ。それを聞いて彼女は、小さな島国の日本は閉鎖的で差別がひどいに決まっていると言い返しましたが、一方でわずかな希望を抱いていたそう。ただ彼女の性格がすぐに治ることはなく、両親に対する悪態は続きます。日本に行ったって結果は決まっている。どこに引っ越したって結果は同じ。一方でどこで暮らしていても同じなら、日本という国にかけてみようと彼女はふと考えたそう。そして両親にその思いを伝え、日本行きの準備を始めました。その時の彼女はこのように考えていたそうです。ヨーロッパから出ていくにしても日本に永住することはないだろうし、ちょっとだけ日本を楽しんでリフレッシュできればいい。彼女は日本にあまり期待していなかったそうですが、それと同時に楽しい学校生活を送りたいという憧れもありました。彼女が日本人のクラスメートからされた衝撃の出来事。その一方でまたいじめを受けたらと考えると、心に葛藤があったと話します。
日本という土地で自分の味方になってくれるのは両親だけ。こうした環境でいじめを受けたら、フランスにいた頃以上の地獄が待っている。彼女は小学生ながらどこか達観しており、ひねくれた性格の方が傷つかずに済むと考えていました。日本人は黒人より白人に近いみたいだから、黒人を見下すに決まっている。向こうが受け入れないなら私も同じことをするまで、などと様々な考えが交錯し、気構えていたそう。このように後ろ向きな考えで歪んだ思考に陥ってしまった彼女は、やがて性格が表情にまで現れるようになり、目つきも悪くなりました。すると必然的に周りから避けられるようになり、ほとんど話しかけられなくなったそうです。実際に初めて日本の小学校に登校した時は、彼女の表情が怖かったためか、周りから避けられている気がしたといいます。彼女が自己紹介をした時は、周りが拍手をしてくれたものの、まだ素直にはなれませんでした。先生からの指示でそうしているに違いない。みんな先生に好かれようとするけど、先生がいなくなればいじめっ子になるわ。笑顔を振りまくのは最初だけで、やがて手のひらを返して無視するようになる。これは私が今まで散々経験してきたこと。彼女はそのように考えて、誰とも目を合わせずに下ばかり向いていました。そして休み時間になると、クラスメートからジロジロとした視線を感じたそうです。その時の彼女は腹が立って、条件反射で相手を睨みつけていました。すると相手も何かを悟ったようで、彼女に対してよそよそしい態度になります。一方でジロジロとした視線は感じつつも、言葉で攻撃してくる人はいませんでした。ミシェルは当時差別を受けている感じはしませんでしたが、それでも翌日以降はいじめが始まるはずだと悪い方向に考えていたので、疲れて無気力になっていました。それと同時に、自分自身の言動に問題があるから、どこの国に引っ越しても友達ができないと心の中で思っていたそう。彼女はたった10歳にして達観している自分も嫌になっていたといいます。翌日になっても日本の小学校のクラスメートたちは話しかけてきませんでした。その日の最後の授業は理科です。みんなで理科室に移動して勉強し、授業を終えたミシェルはまた教室に戻ろうとしました。その時です。まだ教室には戻らないで。そうクラスメートの女子が止めてきました。この瞬間に彼女はいじめだと感じて悲しくなりました。教室に帰らせてもらえず、これから嫌がらせをされるのかと考えたら泣き出しそうになりましたが、教室に帰るのは私の自由よ、なぜあなたは私に命令するの、と強気になって教室に戻ろうとします。相手から言われるがままになって罵られるくらいなら、教室に戻った方がいいと考えたのです。そして教室の前まで着いたミシェルが扉を開けようとしますが、先ほどとは別の女の子が扉をわざと閉めてしまいました。その瞬間にミシェルは怒りがこみ上げてきて、黒人の私は教室に入ってはいけないの、そんな嫌がらせをして面白いの、と叫んでしまったのです。日本人からの対応が原因でミシェルと両親が崩壊。すると周りはあっけに取られた表情をし、また扉に手をかけていた女子は、そんなつもりではなくて、と言いながら扉を閉めるのをやめました。その女子を見ると物悲しい表情をしていましたが、ミシェルは嫌がらせをされているのは自分だと考えると腹立たしく感じたそうです。どこまで私をいじめれば気が済むの、どうせ私をのけものにして先生に悪く言うんでしょう。フランスの学校ではそうだったんだから、今回もそうに決まっている。なかなか素直になれない彼女はそんなことを考えながら教室に入りました。すると驚くべき光景がそこにあったのです。来るのが早すぎるよ、教室に入らないように止めてって言ったのに。そう言いながらクラスメートは残念そうな顔をしていました。その時ミシェルは、周りが私のことを嫌っているわけでなく、避けられてもいないと気づいたのです。彼女はおどおどしながらも、ふと黒板に目を向けると、ウェルカムミシェルという文字が見えました。そして文字の周りは紙製の花や風船などで彩られていたのです。さらに教室の中央に向けて机が配列され、そこにお菓子とケーキが置いてありました。彼女はそれを見て意味がわからず絶句。すると先ほど教室に入れないように扉を押さえていた女子が、昨日歓迎会をする予定だったんだけど、あなたがまだ落ち着いていないみたいだから今日に変更したの。準備は男子にお願いして、あなたが理科室から教室に帰ってくるまでの間に用意しておいたんだ。私たちは時間稼ぎをしていたのに、サプライズは失敗ね。そう笑顔で話していたのです。それを聞いた瞬間、
ミシェルは脱力してしまいました。人から歓迎されることなど皆無で、ずっと差別をされてきたのに、それに私からは冷たく振る舞っていたのに、こんなおもてなしをしてくれるなんて。そう考えると、ミシェルは自然と涙が溢れてきたそうです。彼女が泣いているのを見てクラスメートは驚きましたが、すぐにみんな笑顔になって教室まで案内してくれました。その時ミシェルは本気で反省したと言います。素晴らしいおもてなしをしてくれた日本人に、私はなんて冷たい態度をとってしまったのだろう。そう悔いていると、担任の先生が彼女の耳元で。両親が話していたの。今まで嫌な思いをたくさんしてきたんでしょう。だけど心配はいらないよ。ここにいるみんなは差別するようなことはしないから。私はあなたの味方よ。嫌なことがあれば遠慮せずに教えて。そう慰めてくれたのです。ウェルカムパーティーが始まるとミシェルはすっかり元気になりました。そしてケーキを食べたりジュースを飲んだりしながら、母国であるフランスのことをみんなに教えてあげました。日本人から見たフランスは観光地のイメージがあるらしく、みんな彼女の話を楽しそうに聞いていたそう。学校生活にいい思い出がない彼女にとって、それは楽しいひとときでした。そして話をしながら彼女は感動し、思わず泣いてしまったのです。そして腫れたままの目で帰宅したので、両親はいじめにでもあったのかと心配しました。そこでミシェルはちょっとした悪ふざけでこう言ったそうです。まさか日本人からこんな扱いをされるとはね。すると両親は何も言わずに崩れ落ちてしまったので。みんなからサプライズがあったの。学校で歓迎会をしてもらったことなんてなかった。本気で感動したの。日本人って人を喜ばすことがすごく上手なのね、と改めて言いました。するとしゃがみ込んでいた両親は立ち上がって彼女を抱き寄せます。ミシェルが学校から笑顔で帰ってくるなんて、日本はやっぱり素晴らしい国だった。そう言いながら号泣してしまったのです。ミシェルは自分より両親の方が大泣きしたので驚いてしまいました。そうした出来事から10年以上が過ぎた今、彼女はフランスで暮らしています。大人になった今でも人種差別を感じることはあるそうですが、日本での楽しい思い出があるからこそ楽観的に過ごすことができているわ。差別をせずフェアな扱いをしてくれた日本のクラスメートには感謝の気持ちしかない、と日本での思い出を嬉しそうに語っています。また彼女は日本の魅力をこのように捉えていました。日本人は内向的で他国の文化を拒絶するイメージがあるけど、こんなに優しく外国人を受け入れてくれるなんて。おもてなしとかサプライズとか人を楽しませることが大好きなんだ。日本人は人に対してフェアな扱いをするので、黒人も白人も関係ない。ミシェルは日本人には差別をする意識がないことが分かりました。幼少期に日本で生活したことは彼女にとって最高の体験になったのです。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。人種差別を受け続けると心に深い傷を負うことになるよね。私も共感できるわ。日本は素晴らしい国だよ。人種差別に苦しんでいた少女の人生を変えてしまうんだから。彼女は素晴らしい両親に恵まれたわ。やっぱり親というのは子供の人格形成に大きな影響を与えるようね。差別は相手があってこそ存在するものだから、差別される側は時に逃げることも大切だろう。幼少期こそ差別のない国で生活する意味が大きいんだと思うわ。黒人の自分はずっと日本で生活しているけど、確かに差別をされたと感じたことはない。差別に対して敏感なはずの自分が気づかないのだから本物だよ。クラスメートのサプライズに感動しちゃった。私も人を喜ばすことができる人間になれるように努力するわ。日本で差別がないのは嘘だと思う。小さな島国で差別がないはずがないよ。彼女は本当に大変だったでしょう。幼少期に受けた差別体験はトラウマになると思うわ。自分も人種差別を体験してきたので、幼少期を日本で過ごしていたらまた違った人生を歩んできたかもしれないな。日本人のサプライズを称える声もありますが、それよりも娘のため日本への引っ越しを決断した両親を称賛する方々も多くいました。幼少期の差別体験はその後の人格に大きな影響を及ぼしてしまいますが、幸いにもミシェルの両親が取った行動は彼女の人生を大きく好転させる英断でしたね。人種差別はもちろん、人間関係のもつれが原因で苦しい思いをした人は大勢いるでしょう。こうした嫌な経験はしないのが理想ですが、長い人生はいいことばかりではありません。その上、価値観の異なる人たちと暮らすとなればうまくいかないことの方が多いでしょう。
人間関係の構築はそれほど複雑で大変なものです。良好な人間関係を築くためには相手を尊重して互いに受け入れる精神を持つ必要があります。日本人は謙虚すぎるとの声もありますが、相手を不快にさせないことが揉め事を防ぐための第一歩。これからも相手を差別せずおもてなしする日本人の精神を守りたいですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。